エトゥーナさんが5社当たったら、私も読めない。当選まだですか。あ、イワンコフおったんや、リスナーに。ゲチゲチの二日酔いでコンビニ店でエタの課金遅くなりました。すまねえ。また二人みたいな、まだ二人みたいな話しました。ありがとう。ところで、ゲチゲチの二日酔いって何ですか。ゲチゲチの二日酔いは大阪の民は使います。ちょっと待って。マジ、スーパーチャー以外で普通にコメントできますからね。コメント機能。いや、普通にコメントできるんよ。スーパーチャーしないとコメントできないとかないんですよ。え、さっきスーパーチャー流れちゃったから嘘ごめん。マジ、本当に見てなかったかも、それは。すいません。ありがとうございます。777スパチャ、マジで数字がおもろい。いいよ。いや、お前も伝染しとるやんけ。おい、やめてください、スパチャで会話するの。ナイスパ、気狂っとるやろ。そのスパチャはどういうこと。ありがとうよ。どういうことなの。違う、なんか怖くなってくんのよ結構マジで。なんかやめろ、やめてください。怖くなってくんの本当に、これマジで。いやー、ありがとうございます。もう無言スパチャまで来た本当に。あのね、普通の人間がいきなりこんなにお金を投げられたら怖くなるんよ本当に。やめて、やめなくてもいいけどやめて。試合に集中させてくれ。集中できんのよ。俺の右目にお金がちらつく。あまりあまるさん、ありがとうございます。初スパシャありがとう。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。読み切れん、試合に集中できん。マジで固めにね、スーパーチャットの文字がちらつくんよ。そんな贅沢なことがあっていいか。一回止めてください、一回止めてください。お金を大事にしてください皆さん。俺にスーパーチャしても帰ってくるもん、配信ぐらいしかないですよ。どっからこれ。ナイスゴリラさん、初クドメッセージです。ナイス、それナイスゴリラ、めっちゃナイスゴリラ。ちょっと読みきれん、終わったら全部読むわ。この試合が終わったらこれは止めてくれ。カモン、うるせえな、てか、おい、うるせえんじゃカモンが。さっきから気づい、スパチャに夢中で気づいてなかったけど、カモンがうるせえんじゃ。うるさいな、じゃ、すごい、マジで気づいてなかったけど、めっちゃカモンうるせえじゃんこいつ。うるせえ、情緒がおかしくなるわ。めちゃめちゃスパチャ投げられてこんなカモン押されてて、どうね、俺の情緒返せ。うるさい、なんかカモンめっちゃか、お、今あれだよな、俺にジャンプリン出してたよな、つまりそういうことだよな、お前。おい、必須だよ。うるせえ本当に。なんだこのし、ナイスは押せるんかい。人徳はあった。なんだこの試合は、もうね、感情がおかしくなる。C さんはさ、エトロさんファンに、ファン思いなのも伝わるから、ファン思いって、思い言うとるやん。南部もんちゃんさん、エトナさんと話したいだけはこちらあってません。あ、違います。普通のコメントで、ノーマルコメント、無印コメント、今、皆さんがやってることはコメントデコなんで、スーパーチャってコメントデコなんですよ。俺はただのコメントが欲しいんで、ノーマルコメント、コメント無印でお願いします。お願いします。ルーインさん、初見に金払わさないでください。いいね、いい。それはごめん。ゆずぷらさん、カモン。あれ？え、スプラトゥーンのカモンって有料なんですか？これで感情正常に戻して、じゃあ普通のコメントでコメントしてくれ。ありがとうございます。カモンにお金払ってるやつが一番怖いけどな。どういうことやねん。どういうことやねん。じゃあさっきの必戦、一回500カモンだとしたら、あいつ俺に1万円ぐらい払ってんじゃない？さっきの必戦。流れに乗りたくて始めたコメントです。ありがとう。乗んなくていい、流れに。乗らなくていい、もう。こんなこと俺言ってるけど、ちょっとニヤニヤしてるからな、おい。正直に言うけど、ちょっと嬉しいからな。でももう本当に、でもね、怖くなるからやめてほしい。これはガチで。
一回止めてほしい、本当に。やれないんだ。なんで怖いかって、別に俺返せるもんがねえんだもん、なんも。そんなにいい。ナイスゴリアさん、エトナさんを笑顔にしたい。死ぬほど笑顔。今、ニヤニヤ正直。もうこの、声でわかるっしょ。リスナーとバトルしてた、さっきの、トゲトゲして俺ではない、今。声でわかる。口角が上がってその声してるもんな、俺。めちゃめちゃニヤニヤ。スパチャって人化しないと自重しちゃうから、ポッカラさんがいると助かる。で、ポッカラがみんなの財布を緩めてくれんの。すごいな、お前は。火バタイ間に合った。もう今、エヴァンゲリオンだったら27連ぐらいしてる。いや、ありがとうございます。普通のコメントが拾えなくなっちゃう。それがまずい。あ、リードされた。そう。普通のコメントをね、なんか追いつけなくなっちゃう。試合止めないと、デスした瞬間にさ、スーパーチャットの返信をしてると、普通のコメントを拾えなくなっちゃう。見る、時間がない。ちょっと、普通のコメント読みたい。ちょっとガチなんですけど、マジで配信と動画を上げてくれるだけでファン的には嬉しいです。ちなみに動画もちろん上げてくれて嬉しいです。ありがとう。わかる。本当はもっとスパチャしたいけど、目立つの疲れ、照れちゃう。あれ、そういうのあるのか。ありがとうございます。確かにスーパーチャットで目立つからな。それはあるかも。ありがとうございます。でもちなみにまだゴチゴチの二日酔い。お前さっきゲチゲチやったのか。なんでゴチゴチになってんだ。なんで一段下になってんだよ。ありがとうございます。すいません。レモンサワーもう一杯ください。ありがとうございます。もう居酒屋ちゃうね。しかも200円でレモンサワーって結構いい店やな、それ。だいぶいい店。今から先飲みます。ありがとうございます。320円でお前ビール2杯飲めたよ。ビール1杯か。ビール1杯飲めたよ。320円で。ありがとう、俺にもお酒。集中するわ。一回集中する、俺。もうちょっと一回もうコメント読まん。普通のコメントの人もいるから、やっぱ。スーパーチャットはもう終わったら全部読む。ちょっと普通のコメントの人と話したい、俺は今。普通のコメントの人と話したい。何歳なんですか？お酒年齢5や。やばいな。だって俺プロ入った時がもう、19。もうプロ入って、まあプロ変わったけど、6年経ってる。普通にやばい。アラサーを25っていうのをね、もう異議を唱えたよ。俺、もし、国会議員とかになったら、アラサーの定義を変えるよ。普通に28歳からにするよ。うざくない？ 25 でアラサーなの。結構うざくない？ 28 でしょ、せめて。25はちゃう。よし、ちょっと先。もうそこ先やっとくけど、一回止めるわ。マジで、一回止める。スーパーチャー止める。普通の人との会話したいんで、もう大丈夫です。すいません。めちゃめちゃありがたいんですけど、止めます、一回。普通の会話をしたいんで、みんなと。もうこれ最後読んで終わり。もう止めてるから、OK。昼飯買ってきましょう。昼飯買ってきましょう。甲子園応援してます。もうその500円で昼飯買えたやん。ありがとうございます。その500円で昼飯買えたやん。近畿落ちちゃった。脂肪はなかなか落ちんのに。ブしばくぞ、お前。スパチャーもらった人に言うことではないかもしれんけど、しばくぞ、ほんとに。ちなみに、こいついいやつなのが、普段はリプとかでデブとか言ってくんのに、なんかデブ太ったらみたいに言ってくんのに、昨日、ちょっと、泣いてたんよ。まあ、甲子園落ちてね。そしたら、うまいもんでも食べなみたいにリプしてきた。こいついいやつなんじゃねって思って。こいつ、実は。根はいいやつじゃんって思って。これラストかな？スーパーチャット多分。はい。普通にやります。